はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は佐々木五段対山崎八段の NHK 杯戦の一局のハイライトやらせていただきたいと思います。先手が佐々木五段、後手が山崎八段で相掛かりの進行となりました。そして10手目に、7四歩と山崎八段突いたんですが、ここから先手が2四歩、同歩、同飛車でこの歩を狙いに行きます。ここで3四歩と突く手も有力なんですが、後手は2三歩と打ちまして7四飛車と、7四の歩を取らせていきました。そして以下7三銀、7六飛車、4二銀、2六飛車と、佐々木五段が手損ながら歩得をして、後手の手得対先手の歩得という構図になりました。そして3四歩と山崎八段ついていきます。でここから7六歩と互いに角道を開けまして、山崎八段は3三銀と穏やかに駒組みを続けていきました。不存ながら穏やかに組んでいこうという構想ですね。でここから佐々木五段、7五歩と力強く突いていきます。そして7二金に7七桂とひねり飛車のように構えました。後手は7筋の歩がありませんので、非常にこう理にかなった構想ですね。弱点の7筋を桂馬と飛車とそして角で攻めていこうと、そういう構想になります。そして3一角に7六飛車と回りました。この局面すでに先手が評価値でいうところの200点から300点ほどリードという進行になったようです。7五歩から7六飛車が非常に機敏でした。そして5四歩、7四歩と、佐々木五段がすかさずついていきます。ここで6四銀と上がる手もあるんですが、山崎八段は8四銀とこちら側に上がりました。そしてこの一瞬の隙に6五桂がまた素晴らしい一着でした。6四銀なら6五桂はなかったんですが、この一瞬のタイミングで6五桂が非常に厳しく後手陣に刺さりました。そして7五銀に5六飛車と次の5四飛車の王手が厳しくなっております。で、6四銀に5四飛車と佐々木五段が活用しまして、4一玉と山崎八段が逃げたところで、またすごい一着が飛び出しました。ここでは6六歩と桂を支えたり、7三桂成と交換に行ったり、いろんな有力な手があったんですが、ズバッと3三角成がすごい手ですね。仮に同桂なら5二銀、4二玉、6四飛車と銀をもぎ取りまして、取れば5三銀と、こういった狙い筋があります。また、6四飛車に5二玉も5四飛車と王手して、後手歩切れのため、5三歩と打つ一歩がなく、対応に非常に困るという形になります。これははっきり先手が優勢となります。ということで、同桂と取ると5二銀で一つぶしにされるので、同金と取るんですが、そこで2二歩がまた鋭い一着でした。で仮に同角なら5三桂成となり込んで、これはちょっと受けが難しいですね。ということで、6五銀と山崎八段が桂馬を取りまして、2一歩成、5四銀、3一と同玉という激しい進行となりました。でここから佐々木五段、4六桂馬と攻めを続行していきます。平凡に5五銀と逃げれば、5三角と打って3二玉なら5四桂と、こういう活用が考えられました。ということで、4六桂に対してどういう受けを見せるかと思って見ていたんですが、山崎八段、5一飛車と、凄まじい自陣飛車を放っていきました。これが、ただ単に銀取りを受けただけではなく、5七地点を狙っておりまして、攻防の一着となっております。山崎八段は本当に苦しい局面からの粘りに定評がありますが、非常に印象に残る自陣飛車でした。でこれに対して佐々木五段は3六歩と突いていきます。ほっとけば3五歩の攻め、あるいは3七桂から2五桂といった攻めがある、非常にこう、プロらしい味わい深い一着ですね。で、実戦はここから8六歩と、山崎八段がついていくんですが、ここで佐々木五段に素晴らしい構想があって、一気に先手が突き放していく格好となりました。ちなみに8六歩では一回6五銀と銀を逃がしつつ、5七地点を狙うという手も非常に有力で、これなら先手をしながらまだまだ先は長い戦いだったようです。で実戦はここで、8六歩に対して9五角と佐々木五段が素晴らしい端角を打っていきました。これが5一の飛車取りですので、7三歩と打つんですが、そこで8六角と歩を取りながら、3一の王様に王手をかけていきます。でここで後手の駒台に桂と角しかないので、ちょっと合駒が難しい状況ですね。2二玉とか逃げると、
4二銀と打たれて終わってしまいますんで、何かこう合駒しないといけないんですが、実戦は6四桂と、渋々この貴重な桂馬をここに打っていきました。まあ、ただこれで後手が大きな戦力ダウンとなってしまいました。まあ、そして佐々木五段は冷静に3七桂馬と活用していきます。ほっとけば3五歩や2五桂が非常に厳しくなりますので、3二金とあらかじめ後手がかわすんですが、まあ、そこで3五歩とそれでもついていきました。これでほっとけば3四歩から3三銀で潰してしまうという攻めですね。まあ、あっさり5四桂と取るんじゃなく、3五歩が味わい深い一着で先手が着実にリードを広げております。まあ、そしてここから5五銀6八銀と進行しました。まあ、5五銀はまた油断ならない一着で、4六の桂馬をもぎ取って5七に飛車を成り込むと、そういう含みもありました。なので一回6八銀と上がるのが非常にうまい手ですね。これで自陣の憂いをなくして3四歩からどんどん攻めていこうと、そういう構想になっております。でここで山崎八段8号飛車とまた怪しい一着を放ちました。この8号の飛車の横利きでなんとか、将来の4号桂とか2号桂を消して受けていこうと、そういう構想になります。以下3四歩に4四銀と引いてみると、まあ、この次の2号桂や4号桂といった攻めを8号の飛車がスーッとこう横利きでカバーしているという格好になります。あ、そしてここから佐々木五段7七角と引く、またうまい攻めを見せました。ほっとけば次3三銀と打って、3三地点に角と歩が効いているので数の攻めで潰せるということですね。で以下4二玉と後手が粘るんですが、そこでズバッと4四角と切って決めに行きました。同歩に3三銀が痛烈な一撃となります。王様逃げると金取られてしまうので同金と取るんですが、同歩なり同玉に3四銀と被せて分かりやすくなりました。以下4二玉に4三金4一玉3三銀ならずと怒涛の攻めが続いていきます。次4二銀なりの詰めろなので、5二飛車となんとか飛車を犠牲に粘ろうとするんですが、佐々木五段は飛車を取らずに5四桂と、これまた見事な一着で答えていきました。まあ、同飛車と取ると4二銀なりで詰んでしまうということですね。なので実戦は5一銀と粘ろうとしたんですが、そこで3二歩が冷静な一着でした。例えば後手が放っておけば、まあ、3一歩なり同玉5二金と取って、取れば3二飛車で詰ますと、こういった狙い筋があります。で3二歩に対して山崎八段1五角と銀に当てて粘ろうとするんですが、構わず3一歩なり同玉に4二桂なりと鮮やかな活用で、これで詰み筋となりました。同銀は3二金で詰んでしまうので同飛車と取ったんですが、そこで同金と取りまして、同銀に3二飛車まで85手で佐々木五段の勝ちとなりました。この将棋は山崎八段の序盤の構想があまり良くなかったようで、そこで佐々木五段が優位に立って、中盤9五角ですね、9五角というのが一瞬の隙をつく見事な構想で、そこから一気に優位に立って押し込むという佐々木五段の会心譜となりました。非常に強い将棋だったと思います。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。